ところはパクったものは買っちゃダメだから本当に、はい、ね、本当にパクリは人からパクっちゃいけませんね。印刷がドットが荒いんです。はい、どうもこんにちは、かわちゃんです。今日ねご紹介したいのはですね、このフレームちょっと訳ありなんですよね。というのもね、海外の通販、特に、アリエクスプレスとかアマゾンとかで、この値段で売ってんのっていうのあったりするんですけど、そんな感じの1台なんですよね。果たしてこのフレームは本物なのかどうか、今日もスペシャルゲストを呼びしています。鑑定士みっちゃんです。みっちゃんです。これは、まあ、ちょっとあのネタバレしちゃうと、実はこれ偽物なんですよね。お客様からお譲りいただいたものなんですけれども、乗ってるんですよこれ。あの買って組めて組み上がらなくて、なんかおかしいなって感じじゃなくて、実際使われてた。はい、普通に組まれてました。組まれてて、はい、ある程度乗られてたんですけど、でも本物じゃない、はい、本物そっくり。ここまでこれ本当精巧によくできていて、まずデコール自体もこれなんか大体偽物ってなんかおかしいとこあるんですよ。なんかちょっとこの文字の入り方おかしいなとか、まあ、よくよく見るとあるんですけど、よくできてるんですよ。コロナ禍って大体この横にメーカーのシール貼ってあったりとか、あとその BB もコロナ禍独自企画なんですよ、はい、で、大体偽物ってちょっとこうなぜか実のねじ切りだったりとか、 BB 企画違ったりとか、あとエンドがずれてて、こういうのまっすぐつかないとか、そういうのは分かりやすい。でもこれは実際お客さん乗られてたっていうのがあるのに、これ乗れちゃうんですよ結構。で、そう、これ偽物かなみたいな感じなんですけど、でもやっぱ偽物なんで、でこういったその偽物に捕まらないようにするためにはとか、見分けるためにはどういうところを見たらいいのかとか、どういうふうに気をつけたらいいのか、今日はちょっとそういった話に迫っていきたいと思います。UCI のマーク、みんな UCI マークっていうふうに言ってるんですが、はいはいはい、これは、2011年から国際自転車連盟、競技連盟の UCI の方でロードバイクに使う自転車を認証するようになります。ああ、そうね、はい、でこれはその登録されていて、確か PTF かなんかで全部見れるんでね。そうですね、数字が合ってます、はい、まあ、このバイクの場合は42472って数字書いてあったりするんですけど、であとこの CONN の CONC-RD、はい、これであの番号は登録されてる、はい、でここ自体がもうまずダウトなことっていうのがたまにあります。そうですね、まあ、これはもううかつな、偽物作りの人は、はい、なんかもう適当に別のバイクのものがついてたりしますそうですね、はい、まあ、この前でしたら デローサの SK に SK とかもそうだね、はい、で SK に SK ディスクのマークがついてたりついてたりとかあったりします、はい、まあ、浮かさんとか、あと浮かさんのはこれあの塗装の下に必ず入ってないんだよね。そうなんですね、後付けのシールはもうその時点で NG です。でこれはもう偽物とかですね、はいはい、でこれは何ですかっていうとですね、デザインがすごいずれておかしいんですよ。でこ の, あの UCI のデータって結構パッと見簡単に複製できそうで微妙なバランスがあったりします。例えばこの UCI の字がもうちょっと大きかったり小さかったりとかあったりとか、あとここを見てほしいんですけど、フレームが上にずれちゃってたりする。そうなんでここがやっぱおかしいことが8割9割かな。そうですね、成功にできているものでも8割9割はずれてます、はい、まあ、ずれてないのもたまにあるんだけど、これは難しいね、はい、難しいですね。ここで 100% 鑑定できるわけじゃないんだけど、結構振り落とせるポイントの一つですね。はい、でもう今回はこれが偽物のこのフレームにおいての決め手です。決め手ですよね、はい、ちなみにここにあのフレームのマークが書いてるんだけど、フレームの複製品とかだと自転車のフレームのやつが潰れてるんだよね、はい、で印刷が、もう本当に不鮮明なので、これはそういうところを見れば、まあ、仕上がりの感じ。やっぱりこれ、成功に印刷するにはなんかやっぱ結構ちゃんと大きい機械とかで解像度高くやらないといけない。そうですね、デカールの、はい、だから単純にスキャンしたりとかそれだけだとやっぱこういうところがうまくできないっていうところがあるんだろうね、はいはい、でやっぱり見た感じちょっとボコボコ、その再スキャンしたような形でちょっとボコボコしてるんです。ガタガタっていうんですかね、解像度が低いというか、そうそう、はい、っていう形になっております。そうだね、実際に本物とかだともうちょっとデカール薄いもんね。そうですね、うん、で、まあ、あとこういう細かいところのギザギザみたいなものがない、印刷の質が違うですね、まあ、はい、ここちょっと見た方がいい、はい、あとそれのほか引っかかりやすいポイントとかなんですけども、これも、この
レターは、まあ、アートデコールって言って、まあ、こういうねなんかゴシック調といいますか、あのこういった感じのやつが入ってるんだけど、これねあのよく見るとここねあの抜けてなかったりとかあるんですよ、はい、ただこれだけだと偽物って言えないんですよ。というのも、こう言っちゃうとあれですけどもイタリア社の店員と結構いい加減です、ね、なので、あの結構コロナ後の A の中の広告が抜けてなかったりとか本物でもありますなのでこれ抜けてないから偽物じゃないかとか言うと、いやいやいや意外と総計ここだけだと判定できなかったりしますね、はい、なんでまあこれはまあ一応ちょっと怪しいポイントの一つなんだけど、実は本物でもこういうのあります、はい、なんでここだけだとちょっとなんでね一緒に走ってる仲間がねちょっとピント怪しくてもねあの疑ったりしないように気をつけてくださいね、はいはい、でその他なんですけれども、これらはちょっと驚きなのがこれ BB が特殊 BB ですね、はい、スレッドフィットですね。ヘッドフィット偽物とかだとなぜかピナレロのドグマに実のネジ切りがついてたりとか、はい、あとここのブレーキがなぜかレギュラーマウントの方がついてたりとかあるんですけど、このフレームよくできてるのがこのちゃんとダイレクトマウントになっていて、でこれコロナ後の企画の専用の金型で作るサイズだよね、確かに、はい、そうですね、オリジナル企画ですね。これちょっと前も確か野村子さんが確かあのブログで上げてたと思うんですけど、まあいわゆるそのコロナ後の工場のモノホンの型をおそらく使ってるんだろうと、うん、させて、だってコロナ後以外作れないもんね、これこのサーマスだったらね、はい、そうだからもうここだけ見ちゃうと、あ、本物じゃん、本物じゃん、はい、で中から覗いても結構ねなんかしっかりできてそうな感じもするんだよね。正直これぐらい質の微妙なカーボンフレームってまああるっちゃあるんですよ、はい、うん、そうだけど、まあ、実際モノホン知ってるともっと裏側綺麗なんだよね、はい、そうですね、そうだったりするんで、ここだけだとちょっと判断しづらかったりするんですが、ただまあこういった精巧なやつでも出てたりしますよっていう感じですね、はい、じゃあその他に見分けたりとか買わないようにするために気をつけるポイントどこかっていう感じなんですけども、そうですね、これですとフォークの部分、うん、これ塗装厚すぎるのか作りが粗いんですね、うん、ですのでステアリングでここの塗装割れちゃってますね。当たっちゃってるんだよねここがね、はい、そうこれあのフレームは1本で作れるんですけど、フォークもこれ1本で作るから合わせて作るわけじゃない、だからこれチリだよね、いわゆるそうチリがその結構合ってなかったりする、ね、これあのカーボンとか適当に積層して焼くとなっちゃう。で工場とかでもどうしてもこういうの出ちゃうんだけど、こういうのは一般流通しないようにあの省くんですよね、確かそうですね、交差でね、はい、だけどこれ出てきちゃってるってことは出しちゃってる、はい、カーボンフレームがなんで効果で高いか、まあ高いから日本語が出るんだけど、なんで高いかっていうと、このカーボン素材自体がすごい高いってわけじゃないんですよ、ロス率がすごい高い。とにかく例えばその10個カーボンフレーム作りましたってなった時に、これぐらいの精度で作ってくださいっていうのを10精度があったとしたら、その10に届くやつが10本作って1本しかないって言ったら9本破棄になるわけですよ。そうそうで、破棄になった分の値段がその1本に乗る、だからカーボンフレーム高くなっちゃう。焼くんだよねこれね、オーブンでね、オーブンで焼きます、オーブンで焼くんだよね、はいはい、オーブンって言い方してるけどねそうだから専用のでかい窯で焼くんだけど、オーブンで焼くとどうしてもそのまあ物理に習ってる方だと分かるんですけど、形変わっちゃうんですよ、温めたり冷やしたりすると大きくなったり縮んだりとかね。で常温の状態であの正確にその精度を出すっていうのがやっぱちょっとやっぱり難しいというか、あのどうしてもそういったところが工業製品に差が出ちゃう、はい、だけど、10基準出してくれってやったところを1にすると、10個のうち1個しか取んなかったものが8とか9通るようになると安くなるんですね。そう、まあ、これは各メーカーのカーボンフレームでなんで値段差があるのっていうのにも通じる部分あるんですけども、なんで偽物ってあんな値段安くてこんな精巧に作れるかっていうとそこなんですよね。やっぱ精度がガバガバっていうのと、だからプリプレグの貼り方もぐちゃぐちゃ、なんで同じようなポテンシャルはあの出ない、ただ見た目は一緒、はい、見た目が一緒だったらいいんじゃないのとか思っちゃう方いるかもしれないですけど、基本的に偽物は性能以前にあの法規的にダメですから、はい、偽物は買っちゃダメ、買っても犯罪だからね、かね海賊版ね、あの 空港でも、ね、没収されるからね、没収日本に持ってこようとするとね、本当にね、はい、そう見たことあるでしょ、なんか台湾とかでさ、あのエロビデオのさ偽物とかさ焼かれてるやつとか知らなかったですそうダメだから本当に基本的に人のものをパクっちゃダメだからって言ってね、お母さんに教わったでしょって話ですね、はい、はい、でこの偽物を
を買わないようにするためのポイントとしてはまず、安いものは買わない、はい、安いが正義じゃないんですね。やっぱりねちゃんとしたものを買います。で各メーカーもやっぱりね対策してます。例えば非常に偽物が多いバイク一例を挙げるとデローザの SK です。はい、SK も多いんですけど、デローザのメーカーはここに日南のシールがそうですね貼ってあったりとか、はい、でどうしてもそのお金がなくてもやっぱこういったバイク欲しいなって場合で我々もそうなんですけども中古品とか手出す方いると思うんですけども、コロナ後だと箱がついてくるよね。そうですね、はい、付属品がちゃんと揃ってるかとか、これ我々も査定の時にすごく重視するのはそこだったりします。やっぱり、はい、偽物のやつって最初からついてて付属品揃ってないこと結構あったりします。はい、なので箱だったりとかこういった説明書のついてくるなんかタグあるよね。そうですね、バーコードとかね、そういうのがちゃんと揃ってるものを買う、ね、中古品でもね、そういうのだとまあよほど不運じゃなければ間違いないだろう、はい、まあ、我々も 100% じゃないんで本当に最近成功なんだよね、こういう、はい、これもスーパーコピーの部類に入りますね。そうスーパーコピーも心眼の差がつきづらい、カーボンハンドルなんかも 3T とかも本当にわからないものが多いですよね。はい、なので、まあ、そういったこれだけパッと見て、分かんないなってなってもその付属品があるかないかとか、あと安いところで買ってないかどうかとか、どういうふうに使ってきたかっていう総合的にやっぱりその見ていくことで偽物か本物かっていうのがだいぶ分かるようになってくるよっていう感じですね。まあ基本的にアリエクスプレスのものはあまり買わない方がいいです。アリエクスプレスとかの売ってるこういうやつが本当やばいんで、はいはい、メーカー名出てないんですけどなぜか SL7 とかコンセプトってなってて写真でボンって載ってるだけのものとかありますので、アリエクスプレスの中でも良いショップはあります。ちゃんとした自社の商品を商品化として自転車としてしっかり売ってるところもあります、まあ、だけど玉石混交というか競争が激しいところで、まあ、一線を越えてこういうもの売ってるところも結構あるので、はいはい、そういうところのものはほぼほぼ偽物ショップだと思った方がいいですね、はい、あとはドロップシンピングっていう形で向こうのアリエクスプレスのであったりとかのメーカーさんがアマゾンから注文を受けたらそのまま直接発送するっていうようなシステムがございます。なのでまあアマゾンとかも結構やっぱマーケプレとかだとこういうのあるので本当気をつけてください。特にジャージ多いよね。ジャージは多いです。ジャージ多い、ね、はい、気楽にレプリカジャージだと思ってたらレプリカじゃなくて偽物ジャージっていう、そうそうそう、はい、だからジャージだからその安全上とかいう話じゃなくて、これ偽物はパクったものは買っちゃダメだから、はい、本当にもう、はい、ね、本当にパクリはその人からパクっちゃいけませんってこと、はい、そういうのに加担しちゃいけないよっていうことですね、はい。綺麗な方っていうかもうぶっちゃけ本物の本物っていうかまあ他のメーカーでこれより汚いのあったりしますね。特に、カーボン黎明期のやつとかは洗練されてないんで中にビニール残ってたりとか結構あるんですけど、ただやっぱりこのね下のところにある継ぎ目とかねこういうのね
まあ、スペシャライズドのバイクとか触ったことある人だとタイムもそうだよね、あるんですけど、こういうのないんですよ、こういう継ぎ目とか。やっぱりだからこういうとことか、あと奥の方ちょっと見えづらいんだけど、すごいぐちゃぐちゃぐちゃって貼ってあったりしますよね。なんでこういうところってやっぱりこれシートポストのところなんだけど、こういうところは力がかかるところなんで、こういうところきちんと貼ってないとやっぱ割れてきちゃったりっていうのはやっぱ将来的にあり得るわけなんですけど、ただこれははっきり言ってもさっきポロって言ったようにスーパーコピー、これかなり綺麗精巧に作られてる。でおそらくそのコルナゴの同じ型を作って何者かがやったコピーなんじゃないかなという感じなので、なのでまあ単純に性能だけで言うと、すごくだって実際これ乗ってたわけだから、あの危ないよっていう理由で降りなさいってわけじゃないんですよね。ただ偽物は使っちゃダメだよっていう話ですね、結局ところがね。なのでまあ偽物でも逆に言えばこれぐらいできちゃってるものもあったりするわけですね。なんでこういうのを、単純にパッと見て偽物本物って見分けるの結構難しいよっていう話ですね。実はここの部分だけで止まってて、ここからまたなんか継ぎ足されて厚くなってたりするんですね。これシートピラーの方が偽物だって分かりやすいです。ここのフレームシリアル番号と中に貼ってあるこの QR 番号、これも実は一致してません。これ QR コードで読む と、頭が1がついてるはずなんですね、160910ってなってたんですが、取るよね、はい、ここの1が消えちゃってます。これ多分ね、あの中に紙に印刷して伸びて貼ったんだろうね。でそれを多分そこで安く売って利益出したいから、コストかけたくないんでね、こういうのね、どうでもいいですね。だけどなんかこういう刻印が入ってる台座とか、さっき言ったようにコルナゴのこれとかはおそらく本物だから、これすごい分かりづらいし、もう切ったけど、まあ確かに突っ込むところはあるけれど、まあ綺麗な、これなんかもうなぜかちょっと友情感ガタガタなんですよ。印刷がドットが荒いんですよ、不自然なんですよね。手に入るものは本物と同じものを使ったりするけど、手に入らないものは自前の違うものに使ってるからなんかちょっと違うみたいな感じになっちゃう。まあ、実際ちょっと切ってですね、今みたいな感じで解説してみたんですけど、シュールですね、シュールですね、シュールレアリズムみたいになっちゃってるけど、僕らもねこういうね、あの偽物をね爆発資産させたいところではあるんですけどもね、まあでもね、どうしてもね世の中ね、こういったものっていうのはね、まあ自転車に限らず出てくるので、まあ偽物海賊品には手を出さないようにしましょうって、出さないようにするには変なとこで買わないよっていうのと、個人売買だったりとかオークションとか中古品って出すときとかも今みたいなポイントをチェックしてもらうと安全に買い物できるんじゃないかなと思いますのでですね、ぜひぜひあのこれからのサイクルライフで気をつけて、まあ多分これからも増えるよね、こういうのね。そうですね、はい、うん、なのでまあぜひ気をつけてもらうといいんじゃないかなと思いますので、ご参考にいただければと思います。というわけで今日はですね、偽物担当のみっちゃんに、担当じゃないか私が偽物ですみたいな、まあ僕らの人生ダウトですからね人生そのものが偽物みたいな偽物偽物のブラザーズでお送りいたしました、はいはい、あ、じゃあ最後に1点よろしいでしょうか、うん、こちらのフレームなんですが、オーナー様が診断判定の後に、まあ偽物ですと、うん、あのぜひとも皆さんにその啓蒙活動してほしい、同じような二度と自分もこういうの手に入れて使いたくないっていうことをおっしゃってまして、それで提供してくださったので、協力いただいたオーナー様、本当に今回はねありがとうございます。ありがとうございます。はい、バイバイ。バイバイ。というわけでですね、今日ねご紹介したいのはですね、このフレームコルナゴコンセプト下がっちゃった。コルナゴコンセプトね、なんだけどこのね、コルナゴあげようか、ちょっとこれ下映ってないよね